電子工学、電子工学、電子工学、エレクトロニクスは、電気工学の一部ないし、隣接分野で、電気をマクロ的に扱うのではなく、またそのエネルギー的な側面よりも、信号などの応用に関して、電子の特に量子的な働きを活用する工学である。なお、電気工学の意の英語エレクトリックルエンジニアリングに、対し、エレクトロニクス、エレクトロニクスという語には、 明確に、工学という表現が表面にはない。電子工学は、非線形な濃度素子、特にトランジスタ、ダイオード、集積回路といった半導体素子を利用して、電子回路、電子部品、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラなどの電子システムを設計する、工学の一分野である。一般には、プリント基板に基づく、受動素子も設計する。 電気工学と対比させた場合、電気工学で扱う発電、送電、電力の制御や応用といったものを強電といい、電子工学で扱うものは弱電という。今日、ほとんどのエレクトロニクス技術では、半導体素子を使って電子を制御するため、半導体素子や、それに関連する工学、物理学と関係が深い。より応用に近い電子回路の設計や構築は、 電気工学と関係が深い。電子工学に熟達するには、回路解析の数学にも熟達する必要がある。回路解析は、回路内の特定の点の電圧、電位や特定経路を通る電流といった値を変数として、一般に連立一時方程式から値を求める技法を指す。このための解析ツールとして、スパイス回路シミュレータなどがある。また、 電子工学の理論には電磁気学も重要である。リード・フォレストが三極艦を発明した1906年頃、電気工学から電子工学が派生した。三極艦は電気信号を増幅可能な初の機械的でない能動素子である。この分野は1950年頃まで無線工学とほぼ同義であり、無線送信機と受信機、それらに使用する。 真空管をはじめとする電子管ついての設計や理論的研究が中心だった。電子工学は以下のような回駆分を含む、あるいはむしろこれらは上位分野でそれを下座材するのが電子工学である。日本では大学や高等専門学校、工業高校など技術系学校の学科名の固有名詞の一つとして電子工学科が定着している。また、 情報通信電子工学科あるいは電子情報通信工学科といった名の学科では電子工学のみならず電気工学全般を学ぶが従来の電気工学科に比べて情報通信関連の強化にも重点が置かれる。電子部品は電子システム内で電子の振る舞いやそれに関わる力場に決まった形で影響を与えシステムが意図した機能を果たすようにするものである。 電子部品は一般に何らかの配線部品、プリント基板にハンダ付けするなどで、相互接続され、増幅回路、発信回路、フィルタ回路など、特定の機能を持った電子回路を構成する。電子部品は個別にパッケージングされる場合と、集積回路の形で複合的にパッケージングされる場合がある。よく見られる電子部品としては、コンデンサ、抵抗器、ダイオード、 トランジスタなどがある。電子部品はトランジスタやサイリスタなどの濃度素子と抵抗器やコンデンサなどの受動素子に分類される。電子機器、システムは次の部分に分けられる。テレビ受像機を例に挙げると入力はアンテナやケーブルテレビから得られた放送信号である。テレビ受像機内部の信号処理回路は放送信号から輝度や色や 音声の情報を取り出す。出力は電気信号をブラウン管やスピーカーによって映像や音声の形態に変換することによって実現される。電子回路や装置はアナログとデジタルに分類される。両者の橋渡しを担当するアナログ、デジタル変換回路とデジタルアナログ変換回路もある。ラジオ受信機などのアナログ電子機器の多くは 数種類の基本回路の組み合わせで構成されている。アナログ回路は連続的な範囲の電圧を使う。電子回路は1個から数千個の部品で構成される。ため、これまでに考案されたアナログ回路は使用している。部品の違いを考慮すれば膨大な数になる。アナログ回路には線形回路もあるが、非線形な効果を持つミキサ回路、変調回路なども多数存在する。 アナログ回路の典型例として、真空管やトランジスタを使用した増幅回路、演算増幅回路、発信回路などがある。最近では完全にアナログだけの回路は滅多にない。アナログ回路であっても、性能を改善するためにデジタル回路やマイクロプロセッサ技術を利用していることが多い。そのような回路は一般にミクストシグナルと呼ばれる。 アナログ回路もデジタル回路も線形な素子と非線形な素子を使っているため区別の難しい場合もある。例えばコンパレータは連続的に変化する電圧を入力としながらデジタル回路のような2つの電圧レベルのどちらかを出力する。デジタル回路はいくつかの理算的な電圧レベルを取る電子回路である。デジタル回路はブール論理を物理的に実装した最も 一般的な形態であり、すべてのデジタルコンピュータの基盤である。ほとんどのデジタル回路は2つの電圧レベルをとり、ロー、0とハイ、1として使用する。ローは0ボルト付近ということが多く、ハイは電源電圧に依存して決まる。コンピュータ、デジタルクオーツ時計、プログラマブルロジックコントローラー。 生産工程の制御で使用などはすべてデジタル回路で構成されている。他にはデジタルシグナルプロセッサもある。基本回路としては以下が挙げられる。高周積部品としては以下が挙げられる。電子回路は熱を発生するため、誤動作を防ぎ、長期間の信頼性を確保するには、放熱が重要となる。放熱技法としては、ヒートシンクやファンによる空冷。 コンピュータの放熱に見られる水冷などがある。放熱システムの設計にあたっては、対流、熱伝導、熱エネルギー放射などを利用する。電子回路にはノイズが付きものである。この場合のノイズとは、電気信号に重なっている、好ましくない変動で、電気信号の内容である情報を不明瞭にする、傾向がある。ノイズは回路に起因する信号の歪みとは異なる。 ノイズは電磁気や熱によって発生し、回路の温度を低く保てば低減させることができる。その他のノイズとしては、ショットノイズなどがあるが、これは電子回路の物理特性の限界に起因するため、除去できない。今日のエレクトロニクス設計技師は、電源回路、半導体素子、トランジスタなど、集積回路といった既存の要素を組み合わせて電子回路を設計する。 その際に使用する枝、電子設計自動化ソフトウェアは、回路エディタ機能やプリント基板設計機能を備えている。電子部品を相互接続するにあたっては、様々な技法が長年使われてきた。例えば、初期の電子システムでは部品を木製の板、ブレッドボードに固定し、それらを空中配線することで回路を構成していた。他にもコードウッド型配線、図参照や、 ワインやラッピングなどが古くから使われてきた。現在では、ガラスエポキシ基板などのプリント基板が主流で、より安価な、紙フェノール基板、黄色から茶色の色が特徴も使われている。近年、電子機器の健康や環境への影響が懸念されるようになってきており、特に、欧州連合、EU 向けの電子機器については、ROHS 指令や WEE 指令が2006年7月に、 試行されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。